上手。イエーイ。浜口岳くん、5歳の誕生日です。仮死状態で生まれた岳くんは、30万人に1人と言われる皮膚の難病、道化師用魚鱗癬と戦っています。魚鱗癬は遺伝子に異常のある先天的疾患で、全身の皮膚が乾燥して魚の鱗のように剥がれ落ちます。本日はこのような学習会の方にお招きいただきありがとうございます。たくさんの方、母親のゆいさんです。教員向けの人権講習会でこれまでの経験を語りました。出産当時のことは鮮明に覚えています。息子の病名は道化師用魚鱗癬と言います。よくネット上では検索してはいけない言葉、閲覧注意とも言われるくらいの難病で、特に生まれてすぐの姿は母親である私でさえも恐怖を感じてしまうほどでした。生後3ヶ月で病院を退院し、医師や看護師さんたちに守られていた空間から外の世界に出てからが一番辛く悲しい出来事に多く直面してきました。外出先では見た目に対して冷ややかな言葉をかけられたこともありました。みんなで分けよ。それでも親子で魚鱗癬と向き合い、5歳に。これやか。誕生日はお母さんの手作りケーキでお祝いです。小麦粉や生クリームが使われている市販のケーキを食べるとかゆみが出るため、豆乳と米粉を使って作りました。ケーキ屋さんになりたい。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。ガク君のケーキ屋さんいいね。買いに行っていい？どうぞ。じゃあまたケーキ作るの手伝って。生まれた直後っていうのは先のことが見えなくて、こうやって普通に話せて、で走り回って元気に遊んでいる姿を見れるっていうのは本当に嬉しいというか、よくここまで育ってくれたなって思いますね。これから小学校、中学校って上がっていくと絶対いじめとかそういうのが出てくるから、それにこうどう立ち向かっていくか、で負い目を感じずにこう堂々と本人がおればいいし、自分らもそうやってね。人気であるって決めつけやんでも、まあ、その時そうやね、まあ、前提でそうやって言ってしまっとるけど、そうじゃないかもしれんしね。今考えてもね、うん、予想通りにもいかんし、その時その時の一番いい方法を考えて、うん、こちらは大学1年の山本香菜さんです。今日雨ですね。かなさんも岳くんと同じ道化師用魚鱗癬です。19歳となった今、気になるのは他人からの目だといいます。この日は授業があるため大学へ向かいます。なんか家出るたびにちょっと勇気がいるっていう、毎日すれ違う人は違うので、そこにちょっと不安があるっていうか。どんな不安がある？見られるとか、か言われるかもとか、そういう。
かなさんの場合、成長とともにかゆみは減りましたが、皮膚が剥がれ落ちるほか、脱毛の症状があります。最近、ウィッグをつけ始めたことで、外に出る安心感を少しだけ得たといいますが、それでも誰かに声をかけられるのではという不安がつきまといます。どういう人にどういう言葉をかけられるんですか？でもそれは結構いろいろ、小学生もあるし、私よりちょっと上の人とか学生もあるし、ちょっと年配の人とか、いろいろ明らかにこっち見て笑ってくるみたいなとか、気持ち悪いとか言われたことはあります。満員電車を乗り継ぎ50分、京都精華大学です。大学に入り、クラスメイトには勇気を出して魚鱗線だと打ち明けたこともあります。しかし学生生活はコロナの影響でリモート授業が増えるなど、学生同士の交流も少なくなっています。時間はかかりますが、病気のことも少しずつ理解してもらえればと考えています。なんで取材に応じようと思った？なんか今この年になっても、まあ外に出たらなんか見られたりとか言われたりっていうのがあって、で、その今自分よりちっちゃい、まあ、ガク君とかをが私と同じ年になった時に、まだそれを感じてるのは嫌だなってすごい思ってて、でもまあ今まで特に何もしてこなかったんで今からでもちょっとできることがあるなって思って、はい。授業の後、32.5、かなさんが所属するフォークソング部の活動です。翌日のライブに向けて会場の設営をします。寒さに必ず気をつけて、体調管理、しっかりして今日活動するようにしてください。はい、はい。かなさんは照明係、機材を会場へ運びます。大学に入ってドラムを始めましたが、お披露目はまだ先です。ここはかなさん、皆さん照明舞台なんですか？はい、先輩です。先輩かなさんの、はい、その皮膚のこととか知ってたんですか？最初にこう夏休み中にイベントを企画していて、その時にこうかなさんから、まあ、自分はちょっとこういう体質があってというか、そういうのを相談をしてくれて、すごい謙虚な子なので迷惑かけるかもしれないという話もしてもらったんですけど、そういう話をしてもらってからちょっと調べようと思って、YouTube とか拝見させていただいて、はい、そこでちょっと、こういう大変な状況を乗り越えて、こんなフォークの方も参加してくれてるんだと思って、そこでこう知りました。はい、
すごい初めて聞いた初めて聞いた初めて聞いたどうだったいや、嬉しかったですそうやって周りがね、知ってもらえるといいねそうですね眠れない夜にかなさんが気づかないうちに魚鱗泉を理解しようとしている仲間もいましたありがとうございましたいまして、いまして横とさてかなさんの病気を理解してくれる人は他にも空きれい高校1年の時からの友人三好千里さんです いいですよ笑顔笑顔誰かおるはなちゃんの病気とか知ってるのはいどれぐらい知ってるどれぐらい名前 と症状っていうか特徴とかは結構自分で調べて知ってます本人からはあんまり聞かなくて自分で調べたのが多いですねいつ頃調べたの最初に調べたのは高1の時ですねなんで本人から聞こうとは思わなかったこっちとしても聞きづらいことはありますねやっぱり本人に聞くよりも調べた方が自分で理解できるかなと思ったりとかもするし、うん、かなさんは魚鱗泉について多くを語りませんでしたが高校2年の時一度だけ説明があったといいますなんかお風呂は時間がかかるから最後にしてほしいっていうのだけは言われましたでもそれ以外は全然ないよねなかったっけいやないわそれだけ修学旅行同じ部屋やったんで それだけですねでもそれが初めてかなつんが本人から自分で病気のことを話したことやったと思う多分あの LINE がそう初めてそのかなつんから発信してたかなって多分そう明日からの修学旅行ですが私はまあこんな体なんでお風呂にとても時間がかかりますさらに皮膚の皮とかパラパラ落ちたりして不快な思いをさせるかもしれませんお風呂はそういうこともあり一番最後に入らせてください朝は乾燥してるのでシャワーにいつもかかります先生には許可もらってますなのでみんなよりちょっと早く起きて準備しないと間に合いません目覚まし朝からうるさいかもしれませんが許してくださいあと起きなかったら起こしてください以上です4日間よろしくお願いしますあ、そう、分かったのそれだけでなんかちゃんと理解してくれるっていうかその分かってもらえたっていうのが大きいんでありがたい存在ですイエーイなんか一緒にいればいるほどやっぱり理解ちょっとしてもらわないといけないってことは増えますその都度その都度ちょっと違う場面があったら理解してそうですねはいですってはいはい言ってほしいですねでもあんまりかなつん自身からこっちに移動してほしいとかがないんでだからこそ調べたりもするんですけど、うん、言ってほしいねはい言いますあんまないんちゃうとは思ってるけど、うん、勝手にうん、あれば言ってください。ありがとうございます。なんかいいね。お邪魔しました。じゃあ行くで。はい。変わってクリスマスのガク君です。あわてんぼうのサンタクロース。切り分けているのは近所のスーパーで買った。クリスマスケーキ市販のケーキはガク君のかゆみの原因となる生クリームや
小麦粉を多く使っています。それでも美味しいものを口にしたいと、クリスマス当日はかゆみ覚悟で食べることにしました。どうですか？グッド？すごい勢いで食べるな。うん、1ヶ月ぐらい前にクリスマスケーキのチラシ持ってきて、これ食べたいと言って見せてくれたので、まあ、痒みのことはあるんですけども、今日ぐらいはいいかなと。痒くなるけど大丈夫ってこちらが聞いたら、大丈夫、後で買い替えだけどそれでも食べたいと言ってました。これからそうやって自分でバランスを考えながら、うまく痒みと付き合ってくれればなと思います。多分早いな。あともう一個。もう一個食べるの？いやー、ケーキ二つ目。これは夜かゆいぞ。ごちそうさまでした。はい、二つともきれいに食べたね。この後はやっぱりかゆみが出てきますかね。そうですね、寝た後っていうのがもう大変ですね。息子は寝ている間も無意識にこうかきむしることがあるんで、今夜はかゆみとの戦いですね、まあ、母ちゃんが。はい、はい。かゆかゆひどくなってきた？ケーキを食べて15分ほどして、かゆみの症状が出てきました。ここも。かーくん、いつもよりかゆい？楽しいことも辛いことも家族3人で共有します。血が出るほど頭をかいたり、夜中に手をこすってジュクジュクになったり、おいしいものを食べる嬉しさと同じくらい辛さもついて回ります。この日も大変でした。落ち着いてきた？こういうのよかったね。息子はのびのびと成長しています。このまま元気に明るく過ごしていければ、そう願ってやりませんが、きっともっといろんなことを息子自身が理解できるようになった頃には、辛い思いをしたり傷ついたりもする日がやってくるのだと思います。そしてこれが正しい選択かどうかは分かりませんが、息子のために残しているものがあります。それはブログに寄せられたコメントなどです。ブログに寄せられるコメントはどなたでも見られるようになっているため、目にした方があまりにも不快に思うような悪質な内容のものはこちらで削除をしていますが、別のところでは保存してあります。応援の声や励ましのお言葉だけでなく、批判や心ない声も、そのすべてを息子がもう少し大きくなったら伝えるつもりだからです。中には息子にとっては読むのが辛い言葉もあると思います。ですが残念ながら世の中は優しく温かい世界だけではありません。だからこそ私たち自身も息子自身もまずは知ることが大事だと考えています。その知ることの一つが、心ない言葉がいくつかあったとしても、その何十倍もの数の応援してくださっている方がいるということ、そのことをしっかりと息子にも伝えていきたいなと思っています。